はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。この動画はですね、もう大体お察しの通り、さっきの続きです。あ、昨日の動画の続きですそのまま動画撮ってますが、ちょっとですね、昨日、まあ、ナイロンコードで、3列草刈りをしました。で、皆さんのアドバイス通りですね、ちゃんと左側に草は寄るんだぞと、まあ、ナイロンコードなのでそんなに、ね、まあ、ばらまきながらなのでそんなにこう被ることはないんですが、一応草は左に刈り払っていくんだよっていうのを意識して向きを考えながら刈ってみました。で、その時にですね、やっぱこう次の列に行った時にこの刈り際ですね、ここが土下座して残るんですよ、私はなんかこうやっぱ草がちょっとかぶってない、なんていうんですかね、見えなくてどこまでナイロンコードなんで、ちょっとやっぱかぶってる部分もあるんですよね。で、こう刈っていくんですけど、草に隠れてる部分がやっぱ同源視点出てきて、そこが枯れてるのか枯れてないのかちょっとよく分からずにですね、進んでいってました。なので最初の1列目はちょっと刈り際がちょうど1列目と2列目の間ですね、そこが同源視点残っちゃったですよね。ちょっと見てみましょうか。だいたいこの辺までですね、ここが1回目刈ったところだと思います。真ん中に歩いてる跡がありますよね。で、ここですね、ちょっと色が違うのがありますか。こっちちょっと緑ですね。ここは茶色と緑の間ぐらい、こっちはまだ茶色ですね。ここ茶色と緑の間ぐらいのここのラインですね。ここがですね、多分ちょっと残ってるんですよ。ちょっと草をかき分けてみましょうか。はい、ちょっとかき分けました。ありますかね。まあまあそんなにめちゃくちゃ残ってるわけじゃなかったですね我ながらはまあよくできたと思うんですが、まあ言うてもですね、やっぱりこういう感じでこう全体的に綺麗に枯れてる中に、こうこれ頑張ればもうちょっと短く切れるやろっていうところがですね、ちょこちょこ残ってるわけですよ。ですね、多分他のところよりもちょっと長めに残ってるんですよね。はい、この辺は調子よく枯れてるところです。まあまあそれでもちょこちょこ残ってますけど、まあ割とこう全体的にこう草の残りが少ない感じがするのどうかな少ない気がするんですけど、これですね、刈り際のところ、1列目と2列目の際のところは土下座してやっぱこう長いのが残ってるんですよね、振り切れてなくて。で、ちょっと歩き方を変えてみました。歩き方を変えたっていうのはですね、例えばじゃあ次の列を刈りましょうっていう時に、ここからここまで切りますと、私が触れる幅はだいたいこのぐらいなので、そこの真ん中に立ってたんですよね。真ん中かやや右寄りです。右寄りにしてたんですけど、右側に立つとですね、こっち側が左側のこの切り際すっげーおろそかになるんですよ。体をひねってるので、まあ先端は円を描く形で切るので、どうしてもこう円形にはなってくるんですけど、その分ですね、この際の部分がすごいおろそかになってしまうんですよね。で、楽しみさん的にはちょっと大きく振りなさいって、その方がバンバイ蹴るっちゃがーっていうことだったんですけど、私はやっぱそのパワーがないので、できるだけちょっと丁寧にやっていこうと思った時にですね、立ち位置をですね、少し左側に寄せてみました。したらですね、逆に右の方は体をこっちにひねるっていう動きは楽ですよね。で、こっちになるとやっぱ体にマシンがこう少し当たってくるので、振る範囲っていうのが少し狭くなる気がするんですよね。逆に右の方が大きく私は振れたんですよ。なので一番刈り残しやすい、先端がちょっと曖昧になりやすい左側に寄って際をこう切っていくと。で、逆に右側はまあ大きく少し振って、できるだけ範囲を広くしていこうと。だから真ん中に立って左右対称にしようとするんじゃなくて、ちょっと苦手な左側に寄って左をしっかり刈り取れるように立ってみました。そしたらですね、最後前回切ったところの切り終わりの範囲をちょっと見ていただきたいんですけど、これが前回最後に切った3列目で、この途中ぐらいに気づきました。
どげんしてやっぱこの際が残るなっていうところで、そこからですね少し立ち位置をこっち側に立ってみました。真ん中じゃなくてですね、苦手な左側に立ってみて、右側に少し大きく振ってみたんですよ。わかりますか、ここちょっと膨らんでますよね、ここ。だからここは上手になんかこう大きく範囲を広く切ってできたんじゃないかなと思います。それをちょっと実践してこっち側でやってみたいと思います。さあ本当に切れてるのか、この際の部分ですね、ちょっと注目して見ちょってください。まずはじゃあこの自分が刈り取れる幅の真ん中に立ってやってみます。今度は少し左寄りに立ちます。どげんでしょうか。なんかやっぱり今意識をしてしまったので、今そういう話をしてやったので、どうしても少し大きく振ってる気持ちになってしまったのもありますが、分かりますかね、左側に立っててもこっち側右側も大きく刈れるんだなっていうのが分かりました。真ん中に立ってバランスよくっていうのもありなんですが、そうなると左側がどうしても刈り残しが多くなってしまうので、それだったら左側の方を丁寧に刈って右側を大きく振った方がまあ効率はいいのかなというふうに感じましたね。はい、際はこんな感じです。まあ全体的に綺麗に刈ろうと意識したので綺麗にはなってますね。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと立ち位置のことですね、どこに立ったらこう効率よく自分の体をうまく使えるかなっていうところで考えながら切ってみました。実際結果的にはですね、どっちもあんまり変わらない感じがしてなんか残念な感じでしたが、私なりにやっぱちょっと左の方に立つとこう効率よく、右は大きく左は丁寧にこう残しやすいところですね、そこをきれいにこうバランスよく刈れるんじゃないかなと。でまた次のところに行ったら、この大きく刈ったところ、ちょっと雑になってるところを左側に立って丁寧に刈っていくっていうのをちょっと頭の中で意識しながら刈ると、またバランスよく綺麗に刈れるんじゃないかなと思いました。まあこれはあくまでも私のこう体の使い方、体に合った刈り方だと思うので、まあ、またこれから先ですね、いろんな刈り方をやってみて、やっぱそれやっと効率が悪いなっていうところには気づいてくるかもしれません。だからこう左の振り幅なんていうんですかね、最後の振りのところはちょっともったいない気もするんですけど、それよりかこう残ってるところがなく、刈り終わった時にこう綺麗にね、おお虎刈りじゃねえなと、ここの際も綺麗に切れちゃうなって楽しみさんに言わせたいので、そこをちょっと意識して、まずは丁寧に怪我なくですね、安全第一でやっていくのがいいのかなと思いました。また皆さんのそういうこうどの辺で意識して立ってらっしゃるかなっていうところも、またコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ぜひ参考にさせていただきたいです。ちゅうことで今日はあんまり実感がありませんでしたが刈り方にはですね、なんとなく伝わりましたでしょうか。こんな感じで地道に草刈り上達していければと思っておりますので、応援よろしくお願いいたします。ではもしよろしければ高評価、温かいコメントいただけますと励みになります。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ、月でした。